今日は自民党と同話についてのお話をします実は昨日共同通信でこんなニュースが流れました自民党支部代表のね北橋雅也という人物が新型コロナウイルス対策の持続化給付金を騙し取ったまあその他にもいろいろとやったとしてですね逮捕されたんですね でまあ、記事の見出しは「自民支部代表が詐欺容疑和歌山コロナ持続化給付金で」ってあるんだけどもじゃあこの自民支部の名前っていうのが自自由由民主党自由童話会和歌山県支部なんですねでこういうのがね朝の情報番組でも取り上げられてこう、ね、ネットでも話題になるのかって言ったらもうこのね「童話」って入ってる時点であんまし話題になんないですね。 もうこれが共同通信でね今頃になって出たっていうのも不思議で。で下の概要欄に載せときますけども、実は自転車でもこの話は先月やったんですね。それで実は最近この自由度和会っていうのはおかしいんです。えー、まずね知らない人のためにこの自由度和会っていう団体について説明しますと。 最初に全日本同和会っていう団体がありました。これがあのユニクロの今の会長のおじさんが始めたんですね。で、この全日本同和会っていうのはまあ、自民党系統の補修系の動和団体というふうにはまあ言われるんですけども、実質的には実はこれ解放同盟から分裂したっていう面があります。だから、柳井さんはじめ元の設立者っていうのは、実は元々解放同盟員なんですね。 でまあ、同和事業がねこれから始まるぞっていうふうになってその時にプラク解放同盟っていうのはやっぱどっちかっていうとね左側なのでやっぱこう右側保守系で与党のこう受け皿も必要だろうっていうことで作られたのが全日本同和会なわけですね。でそのの後この全日本同同和和会会が自由同 分裂しますね今も全日本同和会あるんですけども主にこう自民党系の団体というのは自由同和会ということでさらに分かれた理由っていうのは、まあ、一般にはね1980年代の北九州土地転がし事件っていうね、えーまあ、ものすごいこうもう童話利権まみれの事件があったんですねそれで城が建ってしまうというそれが原因というふうに言われてるんだけどもでもまあ 関係者に聞いてみると決定打になったのはそれじゃなくて愛媛県庁選挙事件っていうのがあって愛媛っていうのはね愛媛方式って言ってえまあ天下り団体作ってそこが童話事業をやるっていうまあそういう方式にしたわけでその時に全日本童話会を締め出してたんですねそれに抗議して全日本童話会のメンバーがね愛媛県庁に集結してえ数日間 県庁を占拠するという、まあ、そういうい事件があったわけですそれでさすがにその解放同盟みたいな、ね、過激な団体がいるからこう全日本同和会作ったのに全日本同和会がもうこんな過激なことをするんだったら意味ないじゃないかということでやっぱ自民党が問題視してそれで自由同和会が分かれたっていうんですね。ところがこの自由同和会に絡んで変な事件が最近相次いでまして実はこの和歌山だけじゃないんですよこの話って。 えこれ自転車でも報じたあの大阪府の四条縄手市のトトローハウスの主の山崎さんっていう人この人が兵庫県の柔道和会のま支部長だったんですねなんで兵庫県の支部長なのになんで四条縄手に住んでるかっていうのも変なんだけどもじゃあその兵庫県の支部があったところを調べてみるとですね実ははそこには 自由民主党兵庫県童話会支部っていうのが実はあったんですよ。このトトロハウスの主は最初コロナ給付これもコロナ給付関連で役所をね脅したっていうことで逮捕されたんですね最初。でその時のニュースだとまあ,まあまさにね童話だと思って差別するんかって言ってねもうもうべったべたの脅し方をしてたそうなんですで。その後ねまたおかしなニュースが出て そのトトロハウスの主の捜査情報を漏らしたっていうことで今度は警察官があの処分くらってるんですねで、まあ、そのニュースの中で実はそのトトロハウスの主は他にも詐欺で7回再逮捕されてると一体何者ななんんだということなんですよでそこがもともと自民党支部だったっていうことも全然ニュースになってないですよ。 もうどんだけ闇が深いんだっていうところです。で、こんなのは与党の不祥事だし、まあ報道だとね、暴力団ももろに絡んでるし、それはものすごい話なんだけど、それでもメディアがあまり騒がないっていうのは。だから、団体名に童話とか部落とかい入れるとこういうことになるんです。童話とか部落とか入れると、悪いことをしてもこうやって見逃されるんですね。で、まあ、ニケの話あげたんだけど、実は他にも。 ならでも捕まってるんですねで多分ね表に出てないのもまだ何件かあるんじゃないかと思うんですねだからこれはねまあ偶然じゃないかもしれないひょっとすると自民党はこのいよいよこのドアを切ろうとしているのかなぁと、まあ、切らないといけないですね、えー この自由童和会っていう団体についてはね、まあ、例えば共産党がやったみたいにねなんか発展的解層とか言ってねもうっていいいうう看板を外した方がいいと思うんですよねで実際自由童和会ってねやってることはなんかそういう土建屋の集まりだったりだとか、まあ、そういうね公共事業の斡旋だとかあとは生活保護の斡旋だ。 もうそういうのはねやりたきりは童話のね看板を外してやった方がいいとは思うんだけどもやっぱりねだけどでもここはね自民党はこれは抜け出さないといけないんじゃないかなと思います。というのもねやっぱりあの自民党の議員なんかもドアうざいと思ってるでしょ解放同盟とかねあの界隈本ほんとうざいと思ってるし。 でアイヌだとかあとはあのそういう人権絡みも LGBT 絡みも結構うさんくさいのがいっぱい湧いて出てくるから本当はそういうのもねもう嫌なんですよね本来だったら。だけどこうやってねもう関係団体の,団体の自由童和会がこんなねえげつないことをやってるんだったら自民党もきつく言えないわけですよだからやっぱり結局ね同和とか人権っていうと自民党も黙らざるを得ない。 多分ねほとんどの人は全日本同和会があまりにも入れてなかったから自由同和会,会分かれたんで自由和話会の方がいく分まともだろうと思うかもしれないけど全然そうじゃないですよむしろ逆ですから全日本同和会はねまだ構成したっていう感じがするけど自由同和会はまだ現役の半グレで,で事件が実際あったように裏で真面目のヤクザとつながってるんじゃないかっていう、まあ、そういう状態なんです。実際ねと、まあ、とああるところであったんんだけどなんか 金バッジつてて、ね、であの金ピカの眼鏡していやいかにもこれ形じゃないなっていう姿のいてたちでねまあいろいろその変な金儲けの仕方を話してくれるんだけどいや実は自分自由度若いとか,、ね、かそういうことがあったわけです。 だからもう今となってはね実は同和団体の中で一番腐ってるのが自由度話会じゃないかともう申し訳ないけどでもそう言わざるを得ないだからもう自民党はこの自由度和会をなんとかするべきだというふうに私は思います。ということで今日の啓発動画でした。